河野外務大臣は韓国の韓ン・ギョンファ外相とソウルで会談し北朝鮮問題での連携を確認するとともに南北首脳会談で日本人拉致問題を取り上げるよう求めました河野外務大臣は就任後初めて韓国を訪れ韓国の韓外相と北朝鮮の非核化に向け緊密に連携することで一致しましたまた27日の南北首脳会談で 日本人拉致問題を取り上げるよう求めましたこの後ムンジェイン大統領とも会い同様の要請をする考えです一方慰安婦問題をめぐる日韓合意については着実な履行を呼びかけ韓国の国会議員の竹島上陸計画に抗議し中止を求めました